フィッシャーのシェフです。モサイゼヨモタキンダホじゃ。何お前博士じゃ。いや分かるそれは分かる。え、ンダホンダホ博士でございます。ンダホ博士博士、まあそういうことにはなる。ということで本日は今年もやろうと思います。おー、なんだ第3回ドラマリ学校。はい、一瞬で敵分かったわ。ということで第3回は、はい、まあ、なんとなく告知されていた通り、はい、ダホが担当させていただきます。そうですね、あの動画の決意言ってたもんね。そう、次誰かやりましょう、ね、今年は僕が鬼ということで、はい、君たちに逃げていただく。なんでその格好なの。ね、テーマは博士の休日。おやば、お前の休日やば、やばそうだ。俺らを逃がして遊んでんの。そうとりあえず本日、はい、アージワールドパークおのころさんを貸し切りさせていただいております。すげえな、でかいよ。いわゆる遊園地ですね。いや、でかいよ。まあ、前回同様こちらのボールが園内に隠されております。出た、この青ボールを5個制限時間内に君たちが見つけられれば君たちの勝ちだ。はい、大変だね。これはね、もうドロー鬼ごっこの代表的なルールだよ ね、 そうですね。こちら黄色ボール、仮に捕まってしまっても仲間を復活させることができる黄色ボールでございます。あ、復活ボールあるんだ。はい、こちらも継続ルールです。みんなにゼッケンをつけていただく。はい、で、その番号をドローンから私に見られないように逃げてください。はいはい、今回もこちらトランシーバー、はい、ご用意してますので、うん、皆さん連絡はそれで取り合ってください。おしゃれ、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、こんな感じだね、うん、そうです。で、今回まあ博士の休日ということで、はい、私、博士によるギミックがこの園内に散りばめられております。おー、それが気になるな。すごく楽しんでる休日ですね。そうなんです、はい、で、今回この博士の発明品、何うどらぶらぶらそれボタンじゃ。番号が書いてます。園内に、はい、約16個、多いな。うわ、16個、ボタンが隠されております。うん、これを押すと何かが起こります。あー、そういうことね。お楽しみボタンか。で、そちらのボタンにはいいギミックも悪いギミックもございます。おー、それはあなたたち次第でございます。おー、オッケー。この博士のボタンを押すことによって青ボールに近づくかもしれないし、遠のくかもしれないという、はい、そう、今回そういう設計になっております。おー、面白い。うわー、これが博士のおもちゃか。そう、君たちで遊ぶ。まあでもあれよね、どちらにせよ面白そうだから押してみたいな。そう、まあ確かにね、あれな。ということで、ダイスドローン鬼ごっこ開始します。はい、やりましょう。わあ、行きましょう。ということで、ダホ博士はドローン基地にやってまいりました。こちらのモニターにドローンの映像が映ってみんなの行動が見れると、そして番号を見つけることができたら僕が確保できるということですね。今回もこの施設でやっていきましょう。それではゲーム開始します。放送します。ただいまより第3回ドローン鬼ごっこ開催いたします。皆さん逃げてください。3、今のうち絶対こっち行った方がいい。逃げ場なくなってからじゃ遅いからな。まずは恐竜を見ていこうか。あー、すごいいい景色。園内このようになっております。でドローンの影まだ見えねえな。おい、もうあった番号。え、8番。8番、押しちまえ。いや、なんかあからさまだけどちょっと押してみるか。マサイ君が8番のボタンを早速押しました。なんか8番押されたらしいけど何が起こるんだろうね。8番のボタンね。あ、何が起こるんだろう。その場で待つって何。いきなり8番。今回ですね、1番から16番までのボタンギミックがありまして、まあ大体割合で言うと半分半分ぐらい、まあポジティブなボタンが半分、ネガティブなボタンが半分となっております。なんでいきなりちょっとマサイ君ネガティブな方のボタンを押したんで、今からちょっととあるものがマサイの元に届きます。さて何でしょうか、お楽しみください。うわー、待って待って待って、10番のボタン見つけた。ちょ、押してみるわ。10番押します。あれ？なんかある。絶対やべえボタン見っけたわ。絶対やばい。
12番赤いボタン、え、絶対ヤバそう。え、12番これ押すべきかな。押すか。押したぞ12番、待ってやるよ。もう早いなお前ら。あ、なんか運ばれてきてんじゃん。お待たせしました。うん、どうぞ。どれだ、何それ。サラダチキンになります。なんでだよ。え、ザカオの元に何が来るって言った今。え、待って、意味わかんない。ちょっとサラダチキンやってきたんだよ。食えってことだ。やっぱ飯なんだよ。やるなあいつ。ザカオナイス。これだけ持ってこ。ただいまシルクロードによりボタンが押されました。シルクロードによりボタンが押されましたので、シグロード君は近くのジップラインに乗ることができます。お、あれか。いただきます。うん、うめえけどさ、走った後に食うよね。え、これ何なんだろう。え、なんか笛発見。ザカオです。アタッシュケースの中から赤い笛発見したわ。どういうこと、アタッシュケースから赤い笛。シルクです。今から僕ジップライン行ってきます。いってらっしゃい。行ってらっしゃい。めっちゃきついんだけど、サラダチキンの大食い。あれ、これ救援物資ですか。え、最強じゃんこれ。え、マジで最強。傘手に入れたんだけど。あの恐竜が、救援物資で傘手に入れた。え、めっちゃ強くね。あ、傘強いね。なんだこれは。あ、2番ドローンさん、その傘の周辺お願いします。いや、すごいすごいすごい。これ傘マジですごいわ。何にも見えないわ。待って、これ目の前にボタンみたいなのがある。あれ、なんか凱旋門みたいなやつの下にね、ボタンあるんだよね。あれボタンでしょ。あ、ちょっと押しに行こうか。この時、あ、4番のボタン発見しました。どうぞ。結構ボタン消化されてね。はい、凱旋門の下までやってきました。いいな、なんかこれだけ見るとさ、普通になんか観光に来たみたいだよね。というわけで、はい、こちら4番のボタン押します。えい、もどき、もどき4番。引っかかったな、もどき。よし、ラスト。ああ、ん、4番のボタン、ゾンビ。なんかボタン押したらゾンビ屋敷に誘われたんだけど。ああ、食ったえ、食べ終わった。飯してる場合じゃねえんで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こちらこそ、こちらこそ。肉を食うミッションが終了しました。ようやく食べ終わりました。ああ、よかったよかった。そんなこといいんですけど、とりあえず恐竜周りを探索します。うわ、ずっとつけられてるよ。ずっとつけられてる。あ、でもこれさ、こうで大丈夫なんじゃない。そう、傘で何も見えない。あいつの金髪だけは見えんだけどな、傘のせい何にも見えないな。ただね、もうちょっとで傘の効力が消えるんで。今ね、絶賛ね、ドローンと戦ってる。ザカオくん、まもなく傘の効力が終了します。マジかよ。気をつけてください。サポートアイテムが使えなくなるのね、時間で。あいつ待って、傘見えてね、見えてね、これ。あ、2番ドローンさん、もう気持ち近づけますか。いや、なんか、あ、見えそうだな、これ。ザカオ見えない、下手くそだな。やだやだやだ。あ、いけないな。あー、惜しいな。
ザカオです。なんか赤色のボタン発見したんだけど。何番？5番。5番押すよ。おお、これか。あの、今からゾンビの館入ります。いってらっしゃい。お邪魔します。上にいるわ。うわ、暗っ。あ、でもちょっと涼しいかも。シルクジップライン行きます。おボールだ、見つけた。1個ボールゲットしました。やったー。シルク青ボールゲットしました。ナイス。おお、何これ、何これ、涼しい。ザカオよ、ザカオよ、そのボタンは外れじゃ。雪女のとこに行ってこーい。うわ、俺嫌な予感で的中したわ。なんかそんな気してたんだよな。包丁、うわ、怖っ。ザカオ、5番を押したことにより雪女の館に行ってきます。お、5番でなんか館に行かされるんだ。あ、あ、明るくなってきた、明るくなってきた。出口じゃない？あ、出口だ、よかった。今何かが落ちてるとかなさそうだったけど、あー、出口です。ないです。イベントミッション、ここで。ちょっと生き残った実感をさせてほしいんだけど。忙しいな。イベントが行われるらしい。あ、ザカオ来た。俺さ、10番のボタンを押したら最強アイテムゲットしたさっきまで。傘でしょ。すごい、だってこうやってやってるわ。そうだね、見られないっていう。まあ、あの、見っけたんで僕。ナイス。あ、あと、私ケース見つけて、俺何やった。何それ。赤い服用意した。それ吹くと止まんじゃないの、ドローン。でも少なくとも今じゃないじゃん。そうだね、今でやんない方がいい。ボタン見つけちゃったけど、今はやめておいた方がいいだろうな。ピサのシャトー、あそこに7番のボタンがあるの。後で押そうか。さあ、これからミッションです。はい、はい、わしと、はい、バズーカパイレーツで戦っていただきます。なんだこれ、なんそれ、なんそれ。博士の研究で生まれたゲームかい。博士の研究です。やば、チャラ。ボールを5球ずつ5球放ちます。はい、はい、的があるんで、はい、そのバズーカでより多く的に当てた方の勝ちとなる。はい、分かった。はい、で、もし博士よりも君たちがボールを的に当てることができたら、はい、青ボール1個差し上げる。おー、やったー。さあ、有利なんだ。それいいじゃん。これ1人ずつ戦うの？いや、その5球の使い方は君たちに任せる。オッケー。あ、はいはいはい。俺もこれあるから、持ってない3人で決めていいよ。まあでも、どうなんかな。雑貨とかだってこういうの得意でしょ。バズーカだからどうなんだろう。でも、まあ、でも理屈一緒じゃん。俺とマサイだと思う、どっちかだと思う。そうだよね、どっちかだと思うんだよね。最近飛び道具来てるし。いや、でも俺なんかザカさんが最近活躍してるから、うん、なんか流れでザカオがまた持ってきそうな気がする。おお、なんか動画ですごい持っていくじゃん、この人最近。なるほどね。ここでザカオを発揮してみて。急に他人事みたいになった。この人。この人行くか。じゃあちょっと代表この人です。お、頼むわ。じゃあわしとこの人で戦います。ザカオにしよう。じゃあバズーカパイレーツ移動しましょう。おっしゃ、頑張れよ。頼む。頑張け。それじゃあバズーカパイレーツでわしと戦ってくれ。おっしゃ、絶対負けない。頑張れ。このバズーカ燃えようとするから、うん、びっくりしないように。大きな音、博士の方が苦手じゃん。うん、君の方がダメでしょ。やろう、お前。先攻後攻は君に任せる。じゃあ後攻で。あんた攻めか。わかった。見本見せてくれよ。わかった。ちなみに、あの1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個の的がある。おう、どれに当たっても1ポイント。やっていこう。オーケー、頑張れよ。ここに弾を入れる。装填。おお、いいよ、めっちゃいい。さすが博士の発明。じゃあ行くよ。それではバズーカパイレスタート。いきます。当てなかった。しかもだいぶ上手に当てたな。博士、左奥の黄色当てろや。いいね、それ当てたらうまいぞ。左から2番目の黄色いくぞ。なんで2番目や。あ、でも当たった、当たったよ。じゃあ次白狙っていく。ちょっと手が滑った。
右奥の黄色狙えや。わかった。それ以外は得点と見なさない。わかった。よし、危ねえ。よし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 。よし。カーブ打てる？てか、なんでお前らが指定してん？なぜか関西弁。ピッチャーだからカーブして真ん中の左の黄色。いや、バズーカパ、バズーカカーブとかないんよ。ないのよ。あの奥の黄色。奥の黄色？うん。わ右奥の黄色を、うん、あのグライシンガーで。グライシンガー。グライシンガーは球種じゃないよ。本種の名前。よし。あれね。グライシンガー。グライシンガーはいません。なんすかそれ。よし、行くよ。まあ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 正直結構難しいからとりあえず2球から2ポイント。オッケーオッケーオッケー。あ、全然勝機はある。ある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 。よし、座顔いったれ。おっしゃ。え、2球あるべ。ああ、ある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 。よし、行きます。オッケー、1球目。えい、何してんねんボケ。じゃあ1球目だから今ので分かった。オッケー。おお、え、どこでやってほしい。緑の上。おお、あー、スレスレか。スレスレ、押し押し。じゃあこっから3球当てれば俺勝ちだから。あ、そうね。そうね。いけるいける。もう分かった。オッケー、もう一発緑行こう。オッケー。いや、2球当てれば引き分けだから、うん、あ、そうだね。まあな、もうワン勝負ぐらいあるから。じゃあ手前のドクロ行こう。オッケー。鬼下手だ。ちょっと待ってくれ。え、そう、え、今諦めんなって。うん、これでしょ。白の的当てたら200点分みたいな。じゃあ、あのドクロの目の中入れたらもう勝ちでいい。オッケー。あー、確かに。もういや、無理だ無理だ。終わり終わり、無理無理。惜しいんかい。惜しい。惜しいんかい。あの人もだったんだけど。惜しいんかい。マジ本気で狙った。本気最初からやれ。ミニゲーム史上初、君たちの負けでーす。大丈夫なのこれ。いや、結構へこんでる。いや、結構序盤で混んだらまずいよ。結構好きな曲ね。そうなの。いや、なんなら博士ちょっとボケる余裕あったからね。そうだね。まあ、自分の研究だから。自分の研究のせいか。自分の研究か。そりゃそうだよ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。まあでもまだ勝てるチャンスはまだまだ残ってるんで、引き続き青ボール探してください。残念ながらここは博士の勝利ということで。さあ、いいだろう。しょうがない、しょうがない、しょうがない。まあでもまだ誰も捕まってませんからね。やっぱり君たちやっぱ3回目だから逃げんのうまいわ。本当慣れてきてる。ちょっとね、こっちも本気出していくんで。わかりました。よろしくお願いします。さあ、じゃあまた会おう。じゃあ、ほんなら。え、今さ、ボールの情報とかある？いや、俺、だからサラダチキン食ってる時間しかなかったからさ、何も今活躍してなくて。しょうがねえな、それ。それしょうがねえな。それしょうがねえ。さすがに2個きついよ、あれ。あのね、ボタンを3つ見つけて、黄色ボタン1個見つけたの。おう、この後連チャンで俺押しに行くわ。オーケー。オーケーオーケー。俺も2つぐらい見つけてるから、押しに行こうか。とりあえず押したのが、今番号だけ覚えておこうぜ。何番押した？俺は8番押しました。5、10。5、10。俺が4。4、え、12。4、5、8、10、12か。うん、この5個は押してある。オッケー。あと11個。うん、この青ボールってどこにあったの？これジップライン渡った後。あ、ボールの近くに。うん、この左手に置いてある。でもジップライン自体がご褒美だった。まあまあ、そんなようなもんだろう。そういうことか。それでとりあえず1個見せたから。はい。こっから多分ね、流れ良くなってくんじゃねえかなと思うよ。そうね。うん、よし、ところでもうちょっと探しに行こう。オッケーオッケーオッケー。まるまるとさんとって、はいよ、始まった。オッケー。俺は逃げねえ、攻める。絶対こっち。じゃあ俺は雪女の館に行ってきます。てか見て、これね、ボタン俺さっき見つけて。いや、本当だ。まだ押してないんだよ。7番。7番押すわ。いいよ、そこだけ見よう。じゃあ押すわ。あ、押します。マサイ7番だ。マサイ7番押した。なんか怖いから俺逃げよう。マサイ頑張って、後で報告して。ああ、じゃあね。ザカオ雪女の館行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。あ、これさ、ちょっと、あ、ドローンいるな。ちょっと寄り道しよう。こっち行きたいな。こっち行ってさ、これあの登ったところに見下ろせる場所があるのよ、滝を。まあ、滝の音してると思うけど、
そこになんかあるんじゃねえかなと思って。ほら見てみこれ。はい、こちらね、あちらにこう滝が見えまして、いやね、このねデッキにあると思ったんだわ。でも赤いボタンじゃないのこれ。寒い寒い、さっきね、この辺で黄色いボール一回見たんで、いた！あったぞ！黄色いボール見っけた！やったー！黄色捕まえたぞ。これでとりあえず俺は一回生き残れると。まあ仲間も助けられるとかね。で、まあまあこのままボタン押します。見つけたんで。はい。13番。押したぞ。うわー！見っけたけど赤いボタンだわ。私朝の発見をします。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃいは早すぎるだろ。まだ寒いっすね。青ボールはなさそうだね。やったぜ。よっしゃ、来た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 。俺だいぶ仕事してるよ。いやまずい。さあ3分間ドローンが停止ということで、いやこの時間はねちょっと僕何もできないんで、ちょっと彼ら頑張ってほしいですね。ピザだからピザ食えとか言うくだらねえのとかやめろよマジで。もうもう絶対来ると思ったやん。あ、元木くん、そのボタンね、さっきザカオくんが押したボタンと一緒だね。雪女行きです。え、あ、俺雪女に入んの。あ、やべ、同じボタン押しちゃったよね、これ。おお、おら言わんこっちゃねえな、あの野郎。10年以上やってりゃこんなわかんだよ、あいつの思考ぐらいよ。なんかマサヤの声だけ聞こえんだよな。音声だけ聞こえんの。多分ね、ピザ食って、マサイ、チキン2個食べてピザまで食べんのが。マジで太ってください。また飯じゃん。え、大丈夫、俺ドローニごっこ飯食って終わっちゃう。ザカオ雪女終わったよ。あ、ドローン開始まで残り2分でございます。急いでください。マジかよ、なんか止まってんのか今。いただきます。さあ、まあ3分間俺やることないんだよね。まああの、まあマサイ君がねピザ当たったということで、僕もピザポテトいただきましょう。まあね、博士の休日ってことなんでゆっくり行きましょうか。うまい。いや、赤ボタンこれ何番だろう。赤ボタンの9番。押します。はい、受けんな。ザカオが9番押した。ザカオ9番押したわ。あ、ザカオくん、より園内のどこかにある監視カメラが起動します。残念でした。え、監視カメラ起動したんだけど。マジごめん、監視カメラ起動したわ。さあ、ということでですね、こちらの監視モニターが作動いたしました。こちらね、2画面僕の監視カメラから見れるようになったんで、ここ通ったらもうイチコロです。さあ、メンバー通らないかな。あの、雪女入ります。なんかマイナス20度らしいんだけど、ちょパッと行こうね、これもうザカオ入っちゃったし。はい、行きまーす。来た来た、青のボール発見、見っけた、2つ目ゲット。海の見えるところにあったぞ、ラッキー。え、なんかあんだけど、あと何これ、なんかある。うわ、海きれい。なんか見つけた、これ覚えとこう。なんだこれ。この景色覚えとくぞ。とりあえずあの世界遺産のやつ抜けたところな。じゃあちょっと入りますよこれ。うわー、あー、なにこれ、あー、なにこれ、寒い、あー、寒い、うん、白クマいるし。いや俺寒いの苦手なんだよ。ただいまよりドローンが再開します。みんな逃げてね。
した。これが一番びっくりした。うわシルク、青ボール2個目見っけた。マジで？あいつすごいな。ちなみにどの辺かわかる？海が見えるね、丘みたいなところで見っけた。で、そこに黄色い厳重な箱があった。了解。あ、ボタン見っけちゃった。あ、15番だな、これ。15番って誰か押したっけ？15番は誰も押してないはず。俺は押してない。俺も押してない。あ、15番ちょっと新しく見つけたっぽいからちょっと押すか、これ。はい。はい、じゃあ押します。おら。お、モトキ、これでいいボタン押したんじゃない？モトキ君、おめでとうございます。え、何？お宝探しの砂の中に鍵があるかもしれません。探してみてください。わかりました。さあ、宝箱の鍵が出現しました。まあ、宝箱と鍵は別の場所にあるんで、まあ、その箱の中にはまああるものがあるんですが、その鍵がないと開けられないと。元木、応答願う。あいよ。その鍵見つけたら俺にパスしてくれると嬉しい。俺宝箱の位置分かった。了解。監視カメラ見てみようか。あっ、あははははは、ザコンは監視カメラのとこにいた。めちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる。今ね、俺多分見えちゃうんだよね。いや、間違ってなんか今ね、6、9までしっかり見えたんだ。いや、あっちの足湯の方なんかありそうなんだよな。もうザカオが立ち上がった時点でこれ僕見えますね。うわ、はい、ザカオ立って、ザカオ立ってね、はい。こいつめっちゃ見られてるとも知らずに休んでるよ。中尾くん、しっかり見えた、見えた、中尾見えた。これはもう確定ですよ。皆さんもしっかり見えましたね、これは。あの一台が俺を見え、え、嘘、嘘だろ。監視カメラどこにあったんだ。来た、発見しました、キロボール。これで俺最強よ今。あっしゃー。めちゃくちゃ見えてる、めちゃくちゃ見えてる。さあさあさあ、博士頑張ってますよ。あ、元木がね見えたけど、あいつやっぱうまいな。あ、元木もね、近い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 。やばいなこれ。ちょっと一旦離れるわ。あー、見えてる見えてる見えてる。なんだなんだなんだ、惜しいな。いや、上手だね。ドローンの真下だとこっち見えないから。あ、うまいうまい。あー、見えそう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 。あー、惜しい。宝箱のとこまでダッシュするか。多分こっち向いてるでしょ。行くぞ。やばいんだよな。どうしよう、目の前にいる。見えたー、元木がっつり見えた。やったー、ありがとうございます。やばいんだけど。あー、当たりです。うわ、やべえ。ってことは俺が助けに行かないとこれ事実上不可能だ。いや、なんか普通にドローンで見つけたらしい、俺のことは。マジか、どんまいだ。ボール見つけたら行く。とりあえず俺もうミッション終わった。今ようやく終わった。もうやだ、ピザ耳かてえし。宝石探しの方今もう3台いてやばいから、一旦ばらけていいかも。自分で監視カメラ起動させて監視カメラにやられたわ。監視カメラでどこにあったか分かんないんだ。分かんない。でも、あの元木が今捕まった位置の後ろぐらい。俺もあそこで捕まった。それきつくね。俺もあそこ。いや、いないな。え、マジでシルクいないんだけど。これどう、側転で行けば見えないんじゃない。お、
うわマジかよ、今ちょっと攻め時だったな、いい時に鳴らされた。今回1000個のボールを用意しております。はい、で、あちらですね、見てください、傾斜があります。はい、あの上から僕が1000個のボールバサーン投げます。はい、メガネ飛んでって助け慣れてないから、パッションだな。1000個のボールバサーン投げますと、はいはいはい、で、その中に何個か青ボールが混ざっております。はい、それを坂の途中でそれぞれ立ってもらいます。はい、キャッチすることができたらゲットです。やったえ、ただ青ボールは最大1個までです。なんだ、ああそうだね、うんうん、今回4人いるんで、はい、まあ残ってるこの浅いとしてる、はい、そして捕まってしまったザカオとモトキだった。うんうん、分かった。で、もしザカオとモトキが青ボール取ることができたら、はい、復活させてあげます。おお、チャンス、だいぶ余裕あるんじゃない、チャンスしたら。だから復活&ゲット。おお、めっちゃ出るよ、両ダブルチャンス、めっちゃでかいやん。まあでもチームで最大1個までなんだ。はい、わかりました、頑張ってください。わかった。ここに1000個のボールがある。はい、この中に4つ青ボールが入っています。あ、はい、その中から1つでも捕まえることができたらゲットです。いいんですか。まあ仮に2人が取るようなことがあったらちょっといろいろ考えますよ。オッケー、じゃあ準備よろしいですか。任せ、はい、いきますよ、レディーゴー。おお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 、やばい、やばい、待って、ごめん、勢いが出てない。青ボール、あ、終わった。博士、これ実験失敗なんじゃないですかね。やったー、ラッキー、俺らついてますよ。あ、実験っていうわ、成功もあるし失敗もあるか。ザコいつ見てか2つ。博士、はい、サンプルの量が多いですよ。博士、博士、取材会見です。博士、博士、博士、待って待って、ボールの青の数見てみる。オーバーキル。あの、博士、4つとおっしゃってましたが、5つありました。はい、ごめん、はい、あの、博士謝ります。あ、はい、はい、研究者はミスしちゃいけない。うん、そりゃそうだ。まあまあまあ、でもまあ、まあ、トライアンドエラーかもしれんけど、ね、まあ、失敗あってですから。はい、じゃちょっともう1個のゲームやりたいと思うんですが、はい、博士失敗しちゃったんで、はい、まあ、ボール1個ゲット。動揺すごいな。動揺がすごいぞ。大丈夫ですか。ボール1個ゲットです。あ、いいですか。おめでとうございます。ありがとう。やっぱりいいんだ、いいんだ、ゲット。じゃ、そして、はい、どっちか復活です。おお、あの、モトキが鍵のありか知ってるから、うん、絶対モトキだと思う。あ、それでいいんだったろ。じゃあ、モトキ復活で。よし、はい、ということで、一応もう一つゲーム考えてたんで、はい、ちょっとじゃあ、もうボールが1個ゲットしたから、ああ雑感を復活をかけて、お、君たちに一回挑戦してもらおう。おー、じゃあいいじゃん。あそこの中に1個だけ青ボール混ぜます。はい、はい、それをソリで滑りながらキャッチ、お、おすることができたら雑感を復活させる。あ、オッケー、いいよ。すごいよ。お詫びです。オッケー。ちょっと準備しますので、はいはい、どっちが行くかで話し合っててください。あ、俺らのどっちかね。はい、あなたが行こう。俺でいいですか。もう飯食ってだけなんだから今。確かに。任せろ。かっけえとこ見せてくれ。あ、で、一応あの坂の途中にボール、分かりやすく2個置いてあります。おう、で、まあルート的に多分どっちかしか選べないんで。そういうことね。そう、どっちかを攻めに行くんですが、マサイどっちのボール行きますか。真ん中。じゃあマサイがその青ボールを見事キャッチすることができたらザカオが復活します。頼むよマサイ。任せろ。さあマサイくん、一発勝負ですからね、これ。ああ、どう、自信は。速度がどんぐらいかわかんねえけど、とりあえずもう右手は出しとる。 OK、 それでは行きましょう。マサイくんの挑戦スタート。取れ。今うまっ、ゲットー。マジ今もめっちゃうまかったね。めっちゃうまい、もうめちゃくちゃうまかった。よし、ザカオ戻っておいで。おっしゃー、ありがとう。ここがね、まあ博士のミスもありましたが、マサイの好プレーによりモトキザカオ復活。やったー。そしてボールも1個ゲット。やった。これで所持ボールが3つになって全員復活になった。
これいいんじゃない？いや、勝てんじゃない？でかい。ガチでかい。頑張った。泣いた。ありがとう。まあ、だがしかし、まだまだ出てない凶悪なギミックがありますから。お楽しみに。それじゃまた後で。最後の25分間、皆さんとドローンとの戦いです。それでは再開します。行くぞ。あ、こっちでもね、助けて、急げ。この裏にあった。あれ、見つけたぞ。広場れ3つ目確保。さあ、みんなどこ行った？ちょっとね、4人になっちゃったからね、なんとしても全員捕まえて終わりたいね。宝石探しのとこ来ました。こん中にあんの？見てこれ、こん中にあるらしいんだよね。探すしかねえわ。それ真ん中にはねえか。こういうのは得意だと思うんだけど。うわっ、水晶だ。綺麗だけどね。立体迷路行きます。あ、見っけちゃったー。ほれ、これよ、これこれ。お、元木見つけたっぽい。ドアの森行きます。ドアの森行きます。まさにドアの森行きます。黄色ボール。お、待って、俺最強なんだけど今。黄色ボール4つ目ゲット。元木鍵ゲット。鍵ゲット、ナイス。ここでもらおうか。例のブスだ。サンキュー。持ってけ。もらいます。鍵パスしました。攻めるわ。オッケー、行ってくる。あれ、ちょっとドローンの動向探ってくるわ。森の方行ってくる。オッケー。後ろ気をつけろ、多分来てるから。あ、なんかね、いたかな。後ろにいる。あ、いたなんか測定してるやつ。全然見えない。あれ、元木が測定して逃げてる。いいぞ頑張れ。どこ行ってんだこれ。3番ドローンさん近づいてください。うわ、見えそう。あ、2と3は見えた。あれ、強えわ。やばいって、俺どこ行ってんの。お、死んだ。今見えたような気がすんだよな、俺。え、元木さん、あの、当てずっぽうやめてもらっていいですか。823は俺です。あれ、あ、じゃあ違う。あ、ダメだ。あ、うまい。見えない。3番押してみるか。3番押した。シルク、3番のボタンを押しました。そして鍵を受け取ったのでイベント終わりすら向かいます。で、復帰を金のゴールで置かります。めちゃくちゃ復帰できるじゃん。シルクさん、残念でした。シルクロードさん、残念でした。なんや。立体迷路。うわー、これダリーな。やべえな、方向音痴の俺にはきついな。ザカオ、立体迷路今いるけど何もないよ。マサイとモトキで今童話の森探索中です。童話の森、マサイとモトキで探索中です。立体迷路、入ってきます。スタート。え、いないな。ちょっと監視カメラ見てみますか。監視カメラスイッチオン。あ、ここにはいない。もう一個の方。いや、座間もう一回こことか来たらマジ笑っちゃうな。ないこれは。あれ、ボタン。あ、11番見つけました。元木、押します。ほら、元木さん、ボタンを押しましたね。おめでとうございます。園内にあるオノコロ号が発車いたします。オノコロ号
発射何それ。まずいまずい、ドローンに追われてる。マサイドローンに追われてる。マサイ待ってちょっと待って、今僕放送やってたんですけど、今マサイめちゃくちゃ見えた気がする。あーだよな。捕まったー。マサイ終わったか。よしマサイ確保、早くやんなきゃ。ただともう時間がない。これかな。こんにちは、こんにちは。よし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 。あ、乗っていいですか。これ後ろかな。よし。あ、なんかここがオノコロ号らしい。なんかね、あの電車みたいなやつ。これ託していい。どこにあるか。あー、ザカオいた、ザカオいた。2番ドローン、3番ドローン、ザカオくん集中狙いでお願いします。さあ、2台のドローンでザカオを追いかけております。出発します。あ、やった、出発進行。オノコロ号が発進した。あ、逃げた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 、追っかけて追っかけて追っかけて、おやおやおや、追って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 。あー、よしよしよし、カキカキ。1番2番3番ドローン、森集中狙いで、坂を集中狙いでお願いします。よし、前期集中狙いだ坂を。よしよしよし、ここまで行けば。いけいけ、進め。うわ、このシルクに託された鍵、なんとか開けたい。うわ、どっちだろう。アタッシュケースから出てきたこの笛使ったらお助けなのか。いやでもこれラチ開かねえな。やるか。笛、笛、笛か。ドローン停止したぞ。ナイスだぞ。やることねダメだ、シルク方向音痴だから多分迷路出られてないんだろうな。やべえ、出れねえ。でそう、こっちの方見たかったろ。もうこの辺マジで歩いて見て回るの大変。多分園内一周できんのよマジで。だからね、歩いて見れないところをここから見れることに価値があると思う。2分経過いたしましたのでドローン再開しまーす。あれだ、よいしょ、高野の楽器。あげます。やったー、青ボールゲット。しゃ、来た。ナイス、あと1個一生つかん人。よし、まあこんなもんでしょう。帰ってきた。なんかあったぞ、黄色いボールと1番。1番押してみた。シルクロード、そのボタンを押してしまいましたか。これより地上を走るミスタードローン出撃。誰だそいつ。地上を走るミスタードローン。なんかミスタードローンって人が出てくるって。え、怖いんだけど。あ、出てきた出てきた出てきた。
誰だあの人。うわ、ドローンさんが出てきた。ミスター早いよ。あ、やばいやばいって、やばい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 、ミスタードローンやばい、ミスタードローン、ミスタードローン来た、ミスタードローン来た、バンドを見せろ、ミスタードローン。ない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 、何ミスタードローンって。9333ですね。なんかドローンっていうシャツ着てる人に見つかったので、元木捕まりました。僕の友達ミスタードローンにより元木の番号さようなら。博士設定関係ねえし。ナイスミスター、よくやった。お疲れ。いっちゃん怖いのいた。ミスタードローンって何。お兄さん。お兄さんじゃん。いや、お兄さんなんだよ。それドローンじゃないじゃん。じゃミスタードローンだよ。ドローンなの姿が。姿はヒューマンだよ。どこがドローンだったの。白シャツにドローンって書いたの。お前それはドローンだ。お前それでいいのか。お前それでいいのか。さあさあさあ、残り時間が少なくなってきたんですが、君たちにヒントをあげます。ミスタードローンも近くにいるから気をつけてね。あった。さあ残り時間限られております。頑張ってください。ミスタードローン捕まえろ。やべ、ドローンさんがいる。うわ、ドローンさんどこ行った。とりあえず俺ドローンから逃げていくわ。よし。うわー、うわー、くそー。8、2、3、捕まった。お、なんだ。え、ミスタードローンからの声が聞こえた。はえー、ドローンさん。ミスター823って言った。ちょっとじゃあちょっと行ってみようか。これでこれもうでも視力自分で使ってもいいんじゃない。そういうことです。俺がここに来た理由は何だと思う。まさか俺とマサイを復活させて。俺はまだあるんだよ。全員復活。あ、ちなみにもう一回捕まってもいけます。823、ミスター帰ってきてください。シルクさん、マサイさん、ミトキさん、ヒーローボールで復活です。なに、やばい、残り1分半で全員復活。よし、じゃあ全員生き返るぞ。復活、ありがとうシルク。やったー、やったー。よし、グッジョブ。ナイスロー、グッジョブ、グッジョブ。それでは残り1分30秒、どっちが勝つんでしょうか。今のうち黒い汽車行ってきます。黒い汽車行ってきます。 OK。入り口の電車はなし。頼む頼む、あれ頼む。せーの、はい。ねえよ、コーンいっぱいあるな。以上ですね。顧客の行動やる場合は胸のそばです。コーンの場合は右目のそば、宝箱のそばでございます。行ってください。しゃあ行ってやろうじゃねえか。どこで見たっけな、あのコーン。これが、これが黒い汽車。行くぜ。マサイ黒い汽車付近探索中。
黒い汽車の中ない。やべー、ないくっさい、なかったなかったよ、なかったあ、皆さんお疲れ様でございました。はい、ゲーム終了、ゲーム終了。さあ皆さん、ボールの数を確認しましょう。そうだね、青ボール持ってる方出してください。マサイはないよ。嘘、え、最後記者のとこ行かなかった？黒い記者ね。なんと、ということで青ボールは4つでした。今回はドローンの鬼ヶ原勝利でございます。マジか、勝利与えちゃった。今スタッフさんから教えていただきました、はい、残ってたのはなんと記者のところにあります。どこの記者？結構見たんだけど。いや、俺マサイ最後言ったじゃん、記者言ってた言ってた、あの森のところにある記者の横の柵のところにポンと置いてある。ドローンから見てたんだけど、見てた。俺マサイもうダッツの4ぐらいのところそこにいたのよ。そう、そうで、あ、俺多分負けたと思ってスタッフさんこっち来たの。そしたら4つしかボール持ってないから、もったいなかったんだ。いや、本当にあとちょっとの差で残念ながらドローンの勝利でございます。最後のボールがあった記者のところ見に行きましょう。いや、マサイ本当に目の前まで行ったから。正解の記者はあれ、まあこれはね、あったあったあったね、あったね。で、これか、探してみてください、近くで記者ポップの方。一応ヒントなしでも見つけられるようになってました。ちなみにボタンでもヒントが出るようになってたんで見つけてあげてください。あったやん、 あるじゃん、お前見つけろや、このくらいここくらい見つけろや。だからラスト数秒俺もう本当に負けだと思って。そうだな、見つからなかったからなしょうがないな。お前何へそ曲げてるふざけんなよということで、まあ第4回どうなるか分かりませんが、うん、また来年お会いしましょう。いや、次は負けで、せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セガサリー Twitter ゲストフォローやってもネタで登録した1000万億でもか、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。アゲー。はい、ジェニファー見たまだか